ガチャガチャガチャ。よー、元気だ。元気だ、君も。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はありがとうございます。盛り上がり。久々に打った。キノブリ。わお。キノブリ。あーおー、久々。久々だ、お前か。ザッピー大集合じゃん。群青、さっきねお父さんとお母さんに挨拶した。やっと会えたじゃん。ジャギー久しぶり。久しぶりだな。元気だった？昨日インスタライブ見たよ。えいイエイ、よろしく。感動したよ。フレーク、すごかったじゃん。カラヘさん、カラヘさん、カラヘさん、それパークに持ってっちゃうあれじゃないですか。何それ。いや、青がね、ニヤモクワガタいたからね、くれたの。初めてか。おはようございます。パパYouTuberのパパさんです。明日テストのコタローです。学力テスト頑張ってください。それでもまたカラヘです。はいはい、お疲れ様でした。昨日フレークカップ出た人、はうまくいった人、やりました。ヒルメイクおめでとうございます。変なのまでミスりました。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 うまくいってもうまくいってなくてもパパさんめっちゃ変なところでミスった。ミスったな。パパさんめっちゃ感動しました。ありがとうございました。ということで今日遊びに来たのはここ新潟県妙高市にある JWSC スケートパーク。イエーイ。このイベントを開催していただきました、はい、イケモンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで回れるんだ。すごいすごい。これか。やべ、雨降ってきた。ここ気をつけろ、落ちないように。ハイハイブと一緒。やったことないもん。
ブランドやってみますか。ストールだ。ストール。ガールズバーですかこれ。なんか取り取った。なんか何見してくれる？ボールのあそこで。オッケー、じゃあ俺あっち行ってればいいね。これが噂の差し合いですね。今滑ってる人が終わったらコービングにザッと刺すんだよね、デッキをね。あっちに今4人待ってます。4人バーサス金蛇。さあ誰が勝つか。誰が、お金蛇いった。一瞬だけ勝ったかと。あー、そして一発でミス。痛いよ、ないよ。ちなみにこの子ヤバい子。ヤバガール。いつか日本一、世界一になる。お名前教えて。みずほです。みずほ、よろしく。パパさんです。パパさん、よろしくお願いします。エータ。エータ、あ、ローカルはどこ？くげ沼。くげ沼。じゃあ今ボール取ってるんでボール見せてください。 OK です。おーい、バケモンだらけっす。スーパーおじさん今行きますから。スーパーおじさん。さあ、ただいま順番待ちが7人8人。この差し合い誰が制するのか、誰が勝ってもおかしくない。人の邪魔にならないようにデッキはちゃんと上げてください。そうです。あ、長原選手、奪いから終わらない。さあ終わった。長原やばい、残るのか、譲らない。あいつ危ない。エータ、さあ差し合いを制した。差し合いを制した。
分になりました。素晴らしい。ここでみんな差し合いしてたのに順番待ちに変わってる。なんか来たら並べって言われた。並び出した。並べって。早く食べたいです。何枚になっちゃう。お願いします。今からレディースタイム。ダメですよ、滑っちゃダメ。ダメじゃん。よくない。ダメ。よくない、よくない、よくない。ガールズアワーです。ということでただいまご覧ください。ガールズライダーたち。ガールズライダーたち。ガールズアワーです。男子禁制。争いのない世界。レディースタイム。誰一人差し合わないもんね。この女子たちの秩序と言ったら心なしかソフランの香りがね。めっちゃ良かったよ今。ロックスラがちょっとまだ納得。今一緒だった？もう一回行く？よし。小春ちゃんはいや納得いかないです。もう一回。さすがっすね。あの兄弟可愛いっすよ、ね。超美人姉妹。やばいよ、ね。やばいよ。良かったピンク着てきて。エロ親父。さすがっすね。これわかんない。名前聞かせて。ゆずきです。何歳ですか？15歳です。15歳、はい、高校2年生1年生高校1年生、はい、ありがとう。ありがとうございます。死ねや死ねえよっていうリアクション。大人たちがおい早く出ろ、痛く出るんだろ、大丈夫だって言ってるけど本当に痛いんだよな。めっちゃいい汗かいてる。もう捕まった。もう一回やりたい。もう一回。もう一回。アレンか。アレンだ。ドゥース。はい。すげえ疲れる。
各々が想像力を働かして1人2本高さスタイル技クリエイティビティ4つそして笑いもう場の空気です空気で3名にあの賞金差し上げますきょうちゃんちょデモやってよっつったら世界の4位がいや俺も1000円欲しいって言ってた1000円欲しいよユーロじゃん YouTuber で応援されます。カットなし。わーはい。ありがとう。生き返る。オーリーはもう使えません。フリップ系ステアトリック見せてくれる人早かった、はい、手を挙げたよね見せて
くれるでしょ、はい、もう早かった。レコさん押せんだよ、手上げるのが。ヒールヒール、あ、いいね。ヒールはやってない。ありがとう、優しいね。ありがとう、見ててくれるでしょ、レース早かった。マニュアルやるわ。何マニュアルって。あー、あれか、早いやつでお願いしますね。さすが、これが準レギュラーの力だから。何か見せてくれる人、はい、早かった、はいはいはい、あれ、王が、はい、よろしく。スケボー歴は5年ぐらい。仕事の邪魔しないでもらっていいから。乗れば使います、はい、乗らなかったらカットです。え、俺乗ない。何やんの。ローリーやります。おお、はい、じゃあ着きました。まあでも乗ったから OK。 さあ、じゃあ誰が見せてくれるでしょう。はいはい、俺は。もう早かったねえ、ダメだよ。早いもん。ダメだよ。反射神経が遅いんだよ、歌。だから存在しないんだよ。うん、もううっさい。あのラッピーのお友達。あ、あの宮城から連れてきた。レイです。レイ、何歳？10歳。スケボー歴は？7年。3歳からやってんの？やべえ。この中で3歳からやってる人いる？スケボー。いない。俺よ。出たバケモン。じゃあ何してくれる？ヒール。ヒール。オッケー。ヒールが。ヒールグリップをステアでメイクできるのか？できるのか？レディーゴー。引っかかったな。きょうちゃん行ったり来たり疲れるんだよね。見せてくれる人。はい、今いいの早かった。いいの今めっちゃ早かったよ。じゃあ撮ります。違う、撮りますじゃない。撮ってくれる人、見せてくれる人だった。あ、じゃあ今撮りたいの。トリックはラッピーの顔すげえから。今ラッピーが早かったよ。遅いんだよ。さあ、葵にチャンスが回ってきた。危ない、怖い。あいつに先に乗られた。
かかってる。もう一回お願いします。意気込みを一言お願いします。あいつには負けない、あいつには負けたくないですよね。じゃあ一言、もう次元絶対のでよし頑張りましょう。なんか変わるかも。先にメイクしてレザードがいい。なるほど。ただいま中ではリキエモンのインスタライブ中なんだけど、ちょっとね暑すぎて外で休憩中。青がね、4時に泣きの1回やらせてくれって言うから待ってるんだけど全然来ません。何時待ち合わせだったんだっけ。4時、4時待ち合わせでしょ。時間に青が来てないから。時間に来ないやつが悪いんだよ。泣きに来てる。え、どこにいる、どこにいる。あ、もう1本だもん。いや言ったの、用事ってちゃんと言った。言った。もう用事過ぎてるんですけど、待ち合わせ時間、待ち合わせ時間聞いてる。聞いてない。え、ちゃんと言った。言った。待ち合わせ時間聞いてないの。聞いてない。ちゃんと言った。言った。宴から言った。言ったよ。言ってない。お前言ってないのか。言ってないか。なんすか。こっそく青来ないな、先やっちゃおうぜって。今2本ぐらいやりましたね。やーべえ。ちょっとさ、悲鳴が怖いよね。ギャーって言ってるもん。決めなきゃ。次ラスト。チャドム。
絶対に。ナイスガッツ。ナイスガッツ。あとね、5分ぐらいだって。どうする？向かんの？どっちでもいいよ。もう今日はやめてもいいし。いや、やる。やってみる？じゃあ、数決めよっか。1。3。1だろ。1。一発でかける。俺の拳を。いける。よっしゃ、いける。絶対乗れる。リッキーさんがおしまいって今でやるか、もう最後リッキーまでいるよ。いけ、ラスト？大丈夫、焦るな焦るな、大丈夫、集中して。じゃあ泣いても笑ってもラスイチな。もうおしまいの時間が迫っているので、2人だけね、早かったレイスケ、準備だから。どうでしたか？また初めてのスポンジプール楽しかったです。初なの？初。ハイファイブは？やったことない。そうなんだ。いやすごいです。初。じゃ最後に1人ぐらい、この YouTube さんに会えて嬉しかったです。イエーイ、とっても楽しい一日でした。じゃあまたどこかのパークで会いましょう。礼儀正しい。はい、準備がお疲れ様です。おまけ。おはようございます。おはよう。1時ぐらいにホテルに着いて君たち寝たでしょ。で、あの後、きょうちゃんたくさんおめでとうとか頑張ったねみたいなの、ありがとうございますとか返して、3時半ぐらいに寝たの。そしたら、6時半ぐらいにトトがすごい騒がしくなって、出たらすぐ食堂なんだよね。だからご飯作るおばちゃんたちがガシャガシャガシャとかいろいろ始めて、そしたらもうお客さんが来ておはようございますとかって言ってさ、ご飯食べ始めるわけよ。パパさん2時間半ぐらいしか寝てないの。じゃあ YouTube 今日眠たって。
大変今日。ご飯食べ行きますか。キョウちゃん、この寝た方がいいかな。いや、あれじゃママたちご飯食べてんじゃん、そこで。偶然同じホテルに泊まってるんだよね。知らない人くらい。他のお客さんももしかしたらいっぱいいるかもしれないから、そっと覗いた方がいいよ。え、ママたちいた？いた。いた？本当に？いた。え、じゃあ声かければいいじゃん。なんでなんでなんで？おはようって言って声。なんでだよ。